はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 3% 還元終了、LINEPay ビザクレジットカードへ移行の準備かということで、今回はですね、少しショックなニュースが LINEPay からお知らせとしてありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずは今回は結論からお伝えすると、コード支払いで通常のマイカラーのポイントに、プラス 3% 上乗せキャンペーンは、2019年7月31日水曜をもって終了となるということなんですよね。というのも今回発表されたお知らせがこちらですね。8月1日よりマイカラーのインセンティブが LINEPay ボーナスになります。マイカラーはよりアクティブに LINEPay のサービスをご利用いただけるお客様により多くのインセンティブを還元するプログラムですということですね。ちなみにこのマイカラーっていうのはご自身の LINEPay のその月の支払いの実績によって翌月のマイカラーが決まります。画像を見てもらったらわかるように、現在僕の場合はホワイトなので 0.5% が還元されるようになってます。で、普段でしたらここでお買い物する際にコード決済をしたら 3% の LINE ポイントが還元されてたんですけども、なんとこれが8月の1日からなくなってしまうんですよね。いや、もうなんか地味にショックですよね。なので8月1日からはこのマイカラーが LINE ポイントではなく LINEPay ボーナスとして変わるんですけども、そして 3% の還元がなくなってしまうということです。もしかしたら今回起きたこととして一つ考えられるのは、昨日僕が動画で紹介したLINEPay ビザクレジットカードについてお伝えしたと思うんですけども、まだ見てない方は下の概要欄でリンクを貼ってますのでチェックしてください。で、そこで思い出してほしいのはざっとこんな感じなんですよね。国際カードブランドのビザということ、そして年会費が初年度無料、あとはポイント還元率が初年度 3.0%、そして先行予約開始時期が2019年の8月の予定ということなので、これを見る限りは、多分今回の LINE ポイントの 3% の還元が終了することについては、この LINEPay ビザクレジットカードに持っていく可能性というのがめちゃくちゃ高そうですよね。まあこれはあくまでも予想なので何とも言えないんですけども、もうやっぱり賛否両論は正直ありそうですよね。何かこう思うことあればもう下のコメント欄にぜひお書きください。ということで今回は LINEPay の 3% の還元が終了するということでお伝えをさせていただきました。今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。